に行った時の話、長いです。割愛しながら言いますけども、はい。まあ、一人非常に霊感の強いやつがいてまして、その中にね。うん。で、その人エッチさんとしておきますけども、はい、で、まあ、伊豆の方にどんどん向かっていきました。で、車で宿泊する予定のホテルに向かってる時に一人がエッチさんに、どうやら毎年水難事故で、どこの海でも亡くなってる人いるけど何か見えるかと聞いたそうですけども、うん、エッチさんはごく真面目な、口調で、今のところ海を見ると2体見えるなと言ったそうです。うん、まずはあの V のところに1体、そのままずっと奥に行って水平線のあたりにかなり大きいのが1体と、うん、エンジン岩はめちゃくちゃで遠くに見える方、どうも女性らしいということらしいんですけども、1体がすごく大きくて、そのくせ顔の表情などはエッチさんにもよくわからないぼやけてしまっていたそうですが、うん、長い髪の毛が肩ぐらいまであったそうで、何はと思われかなり強い霊が、見えると言ったらしいですけども、そのまままあ昼間はずっと、泳いでてですね、夜1時頃ホテルに戻るときにですね、外で飯を食おうということになりまして、うん、じゃんけんで運転手を決めて、それ以外の人はビールを飲みながらの道中となったと。エイチさんはあんまり酒に強くなく、また泳ぎ疲れたこともあって、かなりはしゃいでたそうで、車の窓から腕を出して、人差し指を立てて、イオレアさん、この指止まれーと絶叫していたそうですと。うん、まあ、ここまでは良かったんですけども、まあ、食事の時もちょっとエイチさんがあんま相変わらず無口なんで、疲れてんのかなと前の人間は思っていたんですが、食事が終わり、車に乗り込んでホテルに帰ることになりました。みんな車に乗り込み、車を走り出しました。車が走り出してからも、エイチさんはこっくりこっくりと後部座席で居眠りを始めました。うん、帰りの車もエイチさん以外はみんな賑やかで信号にもほとんど捕まらず、ホテルにだいぶ近づきました。うん、ホテルは海沿いになり、国道からホテルの敷地に入るには左折で入っていくんですが、うん、その手前にボタン式の信号があり、ちょうど車が差し掛かった時に赤に変わってしまい、車は止まりました。うん、押しボタン式の信号なのに誰も道路を渡る人影はありません。うん、田舎道のことですから、車の交通量は非常に少なく、見通しの良い道なので、一気に信号が変わるのを待たずにさっさと行くこともできたんですが、ハンドルを握っていた人はなぜか行く気になれなかったそうです。うん、後に考えてみると、随分長い信号待ちだったと、5人が揃って思ってたそうです。うん、この頃になると、車の中は随分と静かになっていたんですが、まあ、長い駐車が終わりまして、信号待ちが終わりまして、車は、さてしてホテルの駐車場に入っていました。うん、さあ、そこでホテルに入ろうと思ったんですが、うちの兄が、エイチさんが疲れて居眠りしているエイチさんを起こそうと、体を揺りすぎました。全く反応がなかったです。この時兄は嫌な予感がしたので、何気なく兄がエイチさんの口元に手のひらをかざして、エイチさんは呼吸をしていませんでした。うん、おい、こっち息してへんということでございまして、みんながその後、体を揺すったりとか、してたんですが、その時そのエイチさんは、うめい声とともに、起こしてくれ、戻してくれ、離せ、と叫んだそうです。うん、しっかりせ、と相変わらず呼吸をしてないエイチさんの身元で叫び、車のボディを叩いて音を出したりとか、みんな必死でエイチさんを起こそうとしましたが、結局、かなりの時間が経ったと言っていますが、どれぐらいの時間かわかりませんが、エイチさんが、うーという吐息とともに意識を取り戻しました。うん、Sさんは意識を取り戻した一瞬などこうつぶやきながら泣き始めました。怖かったと。うん、20歳を超えた大の男がさめざめと泣く光景にみんなは戸惑いながらも、Sさんをホテルの部屋に連れ戻しながら、一体何がどうなったのかの説明を求めました。Sさんが言うには、幽霊さんこの指止まれと言った直後に、昼間にホテルから見えていたその海の向こうにおる、うん、強い大きい女性の霊がついてきたというのです。別にふざけて言ったのが悪かったということはないと思うんですが、霊というのは自分の存在を分かってくれる人によっていくことを言いますから、ひょっとしたら昼の段階でエッチさんはその女性の霊に目をつけられてたのかもしれません。うんうんうん、そしてレストランに入るときもその女性は霊は一緒に入ってきて丸いテーブルで5人が輪になって仕事してるときも、エッチさんのすぐ後ろにずーっと立っていたそうです。なんか、しかし、まあ、その時気配に耐えていたエッチさんは、周りが盛り上がっているので、一つもそのことを言わなかったそうです。うん、そして帰りの中、激しい睡魔に襲われたそうですが、エッチさんは起きていなければ危ないと思っていたそうですが、結局は、酔いと疲れから眠ってしまったんですが、うん、その時に、ちょうどその押しボタン式の信号のところで、エッチさんの後ろから、その女性が覆いかぶさってきたそうです。もちろん他の人間にはそんな女性は見えるはずもありません。その上その女性の長い髪の毛で首を絞められ始めたというのです。シュルシュルっと髪の毛が生き物のように巻きついていた感触に、エイチさんは悲鳴を上げました。息が詰まり、呼吸ができなくなってエイチさんは次の瞬間、愕然としたと思います。自分を乗せた車が信号が変わると同時に走り出すのを後ろから見送っていたというのです。つまり、俗に言う、幽体離脱とでも言うのでしょうか。女性に捕まったエイチさんの魂のようなものだけが、そこに取り残され、肉体だけが車と一緒に走り去ったということです。取り残されたエイチさんは死ぬ者狂いでもがいたそうです。このままでは本当に危ない死ぬのではないか、そこまで考えたと言います。車でエイチさんを呼び戻す兄たちの声に効果があったのか、エイチさんの生への執念を買ったのか、その女性が諦めたのか、気がつくとエイチさんは車の中に戻っていたということです。なるほどね。
海にいた霊が取り付いたという、だから海の向こうで見たね、海のうちの強いやつの方に、なるほど、幽霊さんこの腕止まれこの指止まれとか言ったらほんまに取り付いてきよったという、よく言いますよね、幽霊は分かるやつに会いに来るというか、うん、それはいわゆる目と目が合うみたいなもんですからね、言ってみりゃね、存在が分かってくれたということで、まあ、なんかついてくるというような話もね、そう、よく言いますね。